平成、後半の部分から令和にかけて大変自然災害が多発いたしまして、大変な年でありました。皆さんこれから冬のイベントを抱えていらっしゃるということなんですけれども、雪を使った仕掛けがなかなかできないということで相当な影響が出ているということになりますが、当然ですね、雪を守ることは地球を守ることを目を打ってここに頑張りとしておりますけれども、札幌管区気象台によりますと、今シーズンの流氷は北または西風が吹く日が多く、南下しやすい状況が続いており、今年の流氷初日は平年より若干早まる予想ということでありました。活気ある流氷観光の推進のために一日も早い流氷初日として流氷切断を期待をしているところでございます。また今年も冬の観光列車流氷の馬乗りを運行されることとなりました。多くの観光客の皆様に愛され